どうもこのまるです。キータロです。このまる TMI なんですけど、なんかこの間旅行行った時にめちゃくちゃ野菜を食べたんで、なんか最近野菜めんどくさいなと思ってて、普段ねあんまなんか取ってなかったんよ。もうめんどくさくて。そう。でもなんか美味しいとやっと気づき、こう帰ってきた今、すごい一気に野菜を摂取し始めるっていう。美味しいって大切だよね。いや、そうだね。確かに。わかる。なんかそういうブームみたいなのわかるわ。なんか、わっくるよね。来る。今来とるん。ああ、じゃあ結構、じゃあ野菜もめんどくさいけど、買って切ったりしてるってことね。そう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 。なんかドレッシングとか、私あんま普段使わないんだけど、なんか別にオイルと塩でいいじゃんみたいな感じの人だから、うん、オイルと塩とレモンでいいじゃんみたいな感じの人だから、うん、でなんかドレッシングもいろいろ買ったら楽しいかなと思って、なんか一気に3本買ってみたりしてさ、いや、やること極端全部使い切れるかなみたいなやつだよね、完全にまあでもローテでね、でも楽しいね、いろいろ買ったら、そう、ね、日替わりで楽しめるもんね。そう、でもさ、なんか美味しいドレッシング、もしくは作り方、ドレッシングの作り方あれば教えてほしいんですよね。よろしくお願いします。いいね。確かに確かに。いや、で俺もほんと塩とオリーブオイルみたいな人なんよ。うんうん一緒。うん、そう、だから手軽に作れたらいいね。うん。じゃあ今日は Be First The Holiday のシャープ20と21についてやっていきます。まあ、前回まではジュノンとシュントのパン作りのね、まあ、繊細なね、シュントのペンさばき、うん、あとそうだね、あと亀に逃げるジュノンね。もう俺がやらなきゃ誰がやるみたいな感じだったもんね、亀ね。そうだね。え、俺がやらなきゃ誰がやるだけねえ、バレバレ温度誰もわからんからで今回のシャープ21で、まあ、ジュノンとシュントが終わったけど、なんかちょっと先に言っちゃうけどさ、すごいシュントのさパンさ、まあ、麦わら帽子だったけどマジで膨れ上がってて、全然帽子に見えくなかった。なんか唾広すぎて。わかる。てかなんかそうだね、いや、パンとしてはさ膨らんだ方がいいから、うんうん、ね、まあ成功なんだけどすごいすごい膨張して、なんか不思議な物体になってたよね。そう、不思議な物体だし、もう一個作ったあのニコちゃんとさ一緒に組み合わせたらさ、湯婆婆みたいになってさ何これってなってるねそう、すごいシュンと出して、なんか他のチームにも見せとったけど、すごい総ツッコミだったよね。うんでも可愛かったよね、あのね、ニコニコのやつ。シュンと似てるって言ってたし、確かにちょっと似てるみたいな。わかる。あのなんか目なくなる感じのニコっとした顔はシュントっぽいね。うん。じゃあ早速ね、シャープ20の最初から見ていきたいんだけど、まあ、前回もちょっとやってたけど、パンの包装紙作りってやつで、なんか、うん、なんて書いたか見えないみたいな感じだったけどさ、書いた言葉一つ何っていう言葉で、なんか、わあ意味わかんないみたいな。わあ意味わかんない一つ何って何ってなりました、私は。確かにそうだね。え、ちょっとなんかあんまり意識してなかったけど、よく考えたらそうだね。で、あとジュノンがなんかあの八天堂にちなんで亀天堂って書いたけど、呼び方は起天堂っていう、なんかじわじわくるんよねなんかうんみたいな。でも結構さ、ジュノンさ、パッケージもすごいサッカーボールみたいにさ、亀の甲羅モチーフに結構細かく書いてたよね。うん、うん、そうだね。結構そのなんだろう、ペン進んでるし、なんか自分の中でイメージあるんだろうなって感じるけど、うん、シュントって割とこう考えるんだね、一回。すごい。ああ、そうだね。シュントはそのタイプだね。あとすごいさ、髪の毛の生え際は見えるけどさ、うん。なんかやっぱリタッチしてんだなっていうのがわかるね。キータロさんがもう、ファイトーの男だから気になるんだね、やっぱり。そう、わかる。で、やっぱちょっとした境目みたいなのあるんよ、その。うんうん。うん、前回と今回みたいな感じで、もう必ずもう全く同じ色って難しいから、うん、うん、やっぱ抜け具合とかで変わってくるから、うん、あー、なんかいい、こういうのまじまじと見れるのいい。いやいやいや、見れるっていうかまあ見てるみたいなとこあるよ、キータロさんがあえてそうだね、気にせん人は気にせんもんな。いや、でもまあ維持大変だよね、本当にハイトーンを維持するっていうのは。うんうん、そうね。でシュントは結局シンプルにいきましょうって言って終わって、でソータのね、ソータとリョウキがもうなんかすごいザワザワってし始めて、うん、こいつマジでわけわかんない、バイホパンお知らせね、バイホパンお知らせ。わかる。でもさ、なんかさ、ソータとリョウキのペアってさ最初にやったからさ、なんかもう遠い昔なに感じるね、バイホパンが。確かに、バイホパンの後にもいろいろね、リュウちゃんたちのやつだったしね、うん、そうそうそう、なんかまだ言っとると思ったけど、まあ、同じ時にやっとるもんねまだ言っとるではないのよでジュノンはまだやっぱり
ッカーボールにしたいのかな、書き足してね、ほんとどんどんサッカーボールになってきてるみたいな。うん、うん、いやカメの甲羅だよこれは。でもほらジュドンってあれだよね、サッカー少年だもんね。あーそっかそっか、かけとるんか。あごめんごめん、そっか俺カメの甲羅だと思ってたけど、そっかサッカーボールなんか、なんかサッカーボールっぽいとは言っとったけど。いやそうだね、でもさ、どっちもどっちの意味も持たせてんのかな。あーそっかそっか、確かにサッカーボールっぽいよね、カメの甲羅って。えそれに気づいてそうしとるん。だからダブルミーニング的な、だからどっちの意味もあるかもしれんね。なるほどね。あでもジュノンがやっぱどんどんサッカーボールになってきてるって言ってるから、なんか意図して、えでも分かんないね結局。でもなんかもっとあと見たらワールドカップ楽しみだなって言ってるから、もうサッカーイメージしとるやんとはなった。そうだね、結果サッカーボールかもね。でもさ、そもそもやっぱこの何回も驚くけど、結構前のさ撮影じゃんこれ。いやうちら的にワールドカップ、まあ、あんま見てないってか全然見てないけど、もう結構前に終わったイメージだからさ、うん、なんかいつの話しとるみたいなところはあるよねちょっと。確かにそうだね、去年の秋ぐらいだから、うん、だから本当ワールドカップで盛り上がってる、もうすぐ始まるみたいな時だよねきっとね、撮っとる時は。うん、そうだと思う。でもワールドカップきっと面白かったんだろうね、なんかすごい良さそうだったもんね。いやいやいや俺はちょっと見とったよ。えそうだ、裏切りじゃん。いや裏切りとかないから、いやまあでも日本戦だけだけど。あそうな、うん、え面白かった。うん、うん、面白かった面白かった。まあ、結構いいやつあったもんね、カッターっぽいやつあったもんね。もう情報がさぼんやり。そのすごいさいいやつ見たん、そのいけるかいけないかみたいなやつで行ったやつ。結構あの夜中とかやっとって収録の時間帯かぶっとる時もあったから、まあ、全部が全部見たわけじゃないけど、うん、なんか途中まで見たやつとかもあるし、うんうん、まあでも結構すごいやつも見たよ。ふわふわしとこう。やめん結構の会話。一生ふわふわしとるもんね、だって対何戦とか何があんだよ、うちらの会話に。そうなん。でその後シュンとかね結局なんか書き出してさ、うん、やっぱり書き出すってなって、うさぎさんかなと思ったらピースマークで。なんかもうなんか面白いね、書き出してピースマークみたいな。すごい満足そうでめちゃくちゃ可愛いけど、一つなぎも私意味分かってないし、なんでピース書き出したんかも全然分かってなくて、うん、意図分からんけど、うん、とりあえずシュンとか割ってるからいいやってなったよね。あ確かに、多分一つなぎはワンピースにちなんどるんだと思う。でもなんかその話してたじゃんジュロンと一緒に。うん、違うよって言ってたじゃん。そうじゃないよみたいな。そうそうそう。じゃあなんなんかね。から格の違いかもしれんね。そうよね、ちょっと格違ったね。でジュノンがね起点堂のね放送紙書き終わったけど、結構なんか対策だけど結果美味しそうじゃないって言ってたよね、うん、なんかこの、うん、このパカスタードパンって思えないって言われてるし、じゃあ何なのみたいなね。確かに、でも結構そうだね、緑色の真緑のパッケージってパンっぽくないよね。確かになんかあれだよね、青とか、まあ、緑かなんかでもそこら辺のさ、まあ、感触に近いやつってやっぱなんか食欲薄いやつだもんね。言ってしまいます。そうだね、うん、なんか食べ物のパッケージにそんな見ないよね。緑にしたらちょっと濃いしね、なんか、うん、うん。であとクリームがね来て、まあ、混ぜてくださいってなってさ、さっくり混ぜてくださいって言われるじゃんこういうのって。なんか今流行りのジャッポリ派ザッポリ派とか言葉遊びがね始まりだしてさ、なんかチラッとさジャンボリーみたいな。で私はさジャンボリーといえばミッキーなんで、でもジュノンがさジャンボリーって言ったらさ、すぐさそれトリプル A って言ってさ、マジオタクじゃんってなって、この速さ。ねすかさずだったね。うん、私もわからんくて聞いたらさんに聞いたもんね、これなんかあるんみたいな。これあるんみたいな。トリプル A の曲だよってね。そう知ってたーってなったからね、さすが。いやなんならそのジャンボリーのくだりでさ、なんかシュントとジュノン一瞬ちょっとタオル回しとったよねエアーで。うん、そうちょっと歌っとったね。そうでさ結局うちらキートラさんも曲はなんとなくこう思い出せんかったから、ちょっと聞くっていうタイミング発生したね今ね。そうちょっと YouTube 見ちゃったね。そうすごいキラキラしてたわ。で次にね3個目の放送紙作り出して、なんかさらっとシュントが音楽音よりはなるって言って、なんかさらっとそのまま流してジュノンがパン王になろう、パン王でいいじゃんみたいな感じになって、結局発展堂に俺はなるで落ち着きましたね。もうそのまま発展堂さんの名前使うんだね。ね、でも発展堂に俺はなるをさ書いてるのすごい見るじゃん。
普通の文字って感じだよね。そう。上村判定とか書かないのよ、バイホパンとかシュントは。あー、なるほどね。もうそのままを書くみたいなね。そうそうそう、まあ、シュントらしいっちゃシュントらしいね、言われてみたら。うんうんうん。ちなみにさ、発展豆腐に俺はなるでさ、めっちゃピースまた書いたけど、その後なんか、うん、俺書いたよみたいな、見て書いたよみたいな顔しててシュントが。ちょっと上目遣いでね。そう、まあ、ただの上目遣いなんだけど、とりあえずすごい可愛いお顔が、うんうん、わかる。なんであそこチラッと見たんかね。すごい可愛いよね。ねえ、やっぱ書いたよって気持ちになったんかね。いや、そんな可愛い感じかわからんけど、書いたよみたいな。足玉のだよみたいな感じ。そう。でもピースマークお気に入りなんかな、シュンと。そうなのかね。それもなんか男の子っぽいよね。なんかピースマーク覚えたみたいな。え、そう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 、書ける文字それしかないんかみたいなね。可愛いけど本当に。うん、なんかさ、なんかメンバー考案の何々とかもあるじゃん、よくグッズとかで。うん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 。でメンバーが書いたバッチとかさ、缶バッチとか、うん、って言ったらなんかシュンとピース書きそうだね、この感じだと。確かに缶バッチの絵柄ピースなんやろ。うん。でね、まあパンが焼き上がりまして、まあ、チョコ割れちゃったみたいなことを言ってね、シュンとが。うん。こう見せ、みんなに見せてさ、見せたらさ、なんかひどすぎみたいな、レオくんからひどすぎみたいな声聞こえてきて、うん、いやーみたいな、もう夏は終わったじゃないですか、夏は終わったじゃん、翔太くん足マッサージして。関係ない関係なくない、翔太さんおらんくない、ここに。なんか真似したらついなんか同じトーンだなと思って、ごめんごめん。まあだからね、夏にかぶっておきたかった麦わら帽子ということで、あのパンパンの麦わら帽子ね、本当に。いや、わかる。いや、これ何回見ても面白いよね。なんかすっごい、ね、パンとして美味しそうなんだけどすごい膨らむなみたいな。あのさ、ボリューム出す場所完全に間違ってね、なんかさ、このね、頭入れる方のとこじゃない、つばじゃなくて、絶対。わかるわかる。つばの方がでかい。つば広もつば広だよね、これもう。で、あの、さっきのね、ニコニコの3つ目のパンもくっつけて、まあ、いい感じに発展道になると、うん、俺はなると。でもさ、私全然分からなかったのがさ、なんかこれハウステンボスとか言ってるのが全然分からなくて、なんかあれなんかね、そういうキャラクターがいるんかな。あ、でもハウステンボスに多分ワンピースのあれがあったはずなんよ。そうなん。そう、ハウステンボスって確かワンピースとかとコラボしとったはずだから、うんうん、もしかしたらハウステンボスにいるルフィなんかもしれんね、分からんけど。そういうことか。うん。あ、ハウステンボスにワンピースの船がいらしたよ、すごいね。あ、そうそうそう、船か。うんうんうん。でもそのあのキャラクターみたいないないよ。しかもなんかハウステンボスのキャラクター見たら、あのチューリップさんですよ。ああ、あの船の表についてるやつ。ああ、ごめんごめん、関係ない、本当にハウステンボスだけのキャラクターが。ああ、ハウステンボスにキャラクターいるんだ。そうそうそう、チューリーちゃんっていうやつらしくて、めっちゃチューリップでさ、うん、いやチューリップって富山の花じゃんって勝手にね、なんか思うんだけど、うん、でもさ、うん、ハウステンボスといえばさ、マーマレードボーイでさ、一回旅行行くとこだよね。誰だっけ主人公、ミキが。ミキ行かんかったっけ。いや、行ったかもしれん、ちょっと待って、記憶が薄いんだけど、薄れてるんだけど。だけど気になるじゃん。まあ戻って、で、かぶらせてみたかったのみたいな。で、3個あったからみたいな。でも、結局、千と千尋の魔女じゃないみたいな。さっき言ったけど。うん、やっぱ、湯婆婆だみたいな。湯婆婆、こんな穏やかな顔はしてないけどね。結構怖いよね。で、まあ、ジュノンがね、亀のパン披露して、でも、本当に可愛いよね。うん。いや、わかる。なんか、ジュノン、なんならこのビーファメンバーで、なんか、俺、一番可愛いかもっていうか、うんうん、なんか、本当、パンらしいパンっていうか、なんか、いいなって思った。うん、うん、うん。なんのゼニガメとか、イケガメって言うんですけど、うん、僕の名前、隠してたのとか。もう会話がすごいよ。でもなんかさ、あれだね、シュントとジュノンさ、クリーム入れるとこ見せてくれなかったね。あ、確かに。5がある、もしかして。ねえ、この今さ、丸4までだからさ、配信がシャープ21までだからあれだけど、ね、他2チームはさ、クリーム入れるとこ見せてくれたから、うん、ああ、確かにね。じゃあまあ土曜に判明するね、そしたら。ああ、そうね。うん、ちなみにお名前はポコタだったね。かわいい名前だったね。で、以上でね、今回 BE:FIRST'S HOLIDAY のシャープ20、21やってたけど、これででもパン作りもう終わるよね、そろそろね。
次の土曜配信のやつ。うん、そうだね。各チーム4つずつ動画だったから、シュンとジュノンもこれで終わったから、もしかしたらパンは終わるかもしれんね。まあ、だからさ、次の BE:FIRST's HOLIDAY が楽しみだよね。そうだね。